はい、お元気様です。久米寺修司の平です。今日は昨日と真逆のことをお話ししようと思います。はい、ということで、昨日は、青南とか副大とかですね、意外に三教科型で勝負すると厳しいから共通テストを利用しましょうねというような話をしたんですよね。ところが今日の話は青南副大に全滅した生徒の話で、まあ、明前高校生なんですけど、なんで明前高校生が青南副大に全滅するのよっていうと、共通テストを利用したからなんですね。はい、ということで昨日は共通テストを利用することで合格しましょうねっていう話をしておきながら、さあなんだ今日はとね、全く真逆のことを言ってるじゃないかとね、ちょっと待ってくれよっていうふうに思うかもしれませんが、さあ何の話なのかちょっとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、ちょっと今日先ほど明前高校1年生の女の子が入会しました。それから、先ほど明前高校1年生の親子がやってこられて、男子生徒、まあ、とりあえず体験で来るみたいですね。はい、ということで、まあ、最近やっとこう高校1年生とか高校2年生とか、いろいろ動き始めてます。はい、ということでですね、これで高校3年生は残り2人で、高校1年生、高校2年生、あるいは小中学生など高3生以外ですね、まあ、高卒浪人生も含めます、があと4人かな、はい、4人でやってるかな、はい、ということです。さあやっていきましょうかね、今日の内容。はい、ということで、これですね、一体何をやらかしてしまったのかっていうことですね。はい、ということで早速先ほどの昨日のですね、前回の、まあ、こうやってその青南副大とかに、5教科型で、共通テストとか利用すれば、青南副大とかね、合格するからねという話を、まあ、私の教え子たちにはしてるわけですよ。ところがその明前高校生は何を思ったのか、共通テストで全部青南副大出しちゃったわけですね。はい、いや別に構わないじゃないですかとね、共通テストで全部出せばいいじゃないっていうふうに皆さん思うかもしれないけど、それ鵜呑みなんですよ。いいですか、この生徒どうなったかっていうと明前高校生だから絶対に成功するかっていうとそうじゃないわけですよ。この子はですね、共通テストたまたま取れなかったんですよ。共通テスト、まあ、当時はセンター試験だったかな、まだ、うん、だからそのセンター試験のテストがもうボロボロだったんですね。大失敗やらかしたんですよ。だからもうその共通テストの点数ですね、まあそれは何かっちゅうと、青南とか副大に出願するときには共通テストを受ける前に提出しないといけないわけですよ。そうすると自分が何点取ったかわからないような状態で出さなくちゃいかんわけですね。はい、だから国立大学に出願するみたいに、その共通テストを受けて何点取ったっていうのが分かった上で、それでその大学に出願するなら分かるんですけど、私立大学の場合はだいたい共通テストの前に何点取れるか分からない状態のままその出願することになっちゃいますので、これやっちゃいけないんですよ。うん、やっちゃいけないというか、その全部をね、私立大学に全部出してしまうというのはまずいんですよ。いいですか、あくまでですね、そういうふうなその青南とか副大にですね、共通テスト利用は1個ずつ出すぐらい、私立大学はね1個ずつ出すぐらいにしときましょうねということです。はい、いいですか、だからもうその青南とか副大とかね、一つしか出願しない子はもう自動的に落とされますよという話を繰り返し私が言ってると思いますから、その2つ以上出しましょうねということで、まあ2つ出すときにですね、1回はちゃんと共通テストじゃなくって普通に青南とか副大とか私立大学に行って受験しましょうねっていうことです。1回はちゃんと受ける、一般入試で受ける、でもう1回はその共通テストとかを利用してもいいじゃないですかっていうことでね、そういうふうにしないと両方ともね、2つ出願しました、3つ出願しましたっていうふうに言ってくるんですけどね、おお、よくよし、よしよしとね、1つしか出願しないと落とされるから2つ3つ出しとった方がいいよっていうようなことで言ったんだけれども、いやそれがですね全部共通テストで出したんですよみたいな、この子の場合はそれだったんですよね。ちょっと待てよと、何やってんだよと、それ共通テストね、センター試験か当時はね、取れなかったらアウトじゃないかっていうようなことで私はびっくりしたわけですよね。だからこういうふうにですね、今時の高校
校生って人の言うことをですね鵜呑みにしてしまうんですよ。全部フルベットしてしまうわけですね。全部かけちゃうわけですよ。ちょっと待ってくれと、ね、それじゃまずいだろうと、ね、共通テストが取れりゃいいですよ。取れりゃいいけど、たまたま取れなかったらどうするのっちゅうことでね、ちゃんとその共通テストじゃない受け方もしておいた方がいいよということですね。はい。まあ、専門用語とかでいうとこのリスク分散というやつですね。はい、推薦試験も受けて、一般入試も受けて、共通テスト利用も受けて、まあ、そういうふうにですね、あれもこれも出しておくというふうなやり方が非常に賢いですよということで、それを一点集中でね、もう共通テストだけみたいな感じでやると、これは大失敗しますから、これだけはもうちょっとやめてねということです。はい、だからいきなり昨日言っていたことと真逆のことを言いますけれども、なんでかっていうと、そういうな鵜呑みをする子たちがいるからですね。あ、そうなのかと。じゃあ西南に2つ、副大に2つ出す予定なんだけど、この4つとも全部共通テストで出したらいいやとかいうな大失敗しますからね、必ず浪人しますよ。はい、だからなんでこの子が浪人したのかっていうと、もうそういうんですね、一般入試受けてないわけですよ。だからこの子の場合、明善高校生で当然力がありますから、普通に西南とか副大受けに行っとけば受かったはずなんですよ。浪人なんかしなくてよかったはずなんですよ。もし西南ダメだったとしても、せめて副大ぐらいはやっぱ多分受かってくれたと思うんですね。そうすれば浪人を回避できたと思うんですよ。ところがその全部全部ですね、西南に2つとか福岡大学に2つとかいうような感じで4つとも全部共通テストで出しちゃったもんだから、もう共通テストの点数で大失敗をこの子やらかしてですね、それで結局のところもう全滅してしまったということで、非常にもったいないことしたんですよね。もう人の言うことをですねすぐ鵜呑みにしてしまうのが今の生徒たちの傾向なんですよね。うん、だからこういうふうなちょっと言い方をすると、今時の子供たちってすごく傷つきやすいのでね、九州個別指導学院のですね、塾長先生がうまいことおっしゃってたんですよね。ああ、それはねと、今時の子たちはね素直すぎるのよっていうようなことですね。さすがだなっていうふうに思いましたね。私よりもはるかにそのね、塾経営者としての経験というか、その辺の深みがある方ですからですね。はい、もうそのね、九州個別の塾長先生がですね、それはねと、今時の高校生とかはね、今時の子どもたちというのはもう本当にその素直すぎるから全部鵜呑みにしてしまうよということでね、鵜呑みすんじゃねえよこの野郎みたいな感じで私は言いますからですね、ぐさっとくるような子たちがいるわけですよ。ちょっとあんまりそう言うと昔のそういうね、昭和生まれの人たちのメンタリティと平成生まれの子たちのメンタリティはちょっと違うので、はい、そういうふうにその何て言うかな、まあ素直すぎるっていうのはちょっときびまずいですよっていうことですね。はい、素直というのは鵜呑みにすることではないです。素直というのはですね、まあ半分信じて半分疑ってというような感じでですね、でちょうどそういうバランスを取りながらやっていくことですよっていうことでね、まあ人生において、まあ受験においてもそうなんですけれども、成功する人というのはそういうふうに、その成功する人、失敗する人っていうのはですね、まあ鵜呑みにするか拒絶するか、この2つなんですよ。はい、だから鵜呑みにするわけでもなく拒絶するわけでもなく、素直に対応するというような子たちっていうのがですね、大体成功者になります。でなんでね、こういう、まあ、最後にちょっと一言言っときますけど、なんでこんな失敗談なんて話すんですかと、何の意味があるんですかっていうふうに思う子たちもいると思います。はい、私も頭が悪かったので、大学2年生の時だったかな。大学2年生の時に、大学3年生の1個上の先輩が、まあその部活動でですね、部活動の試合で負けた試合のことをですね、ずっとその、部活の、まあ毎年1回発行していた部の、発行誌ですね、それを作った時に、そういう負けた試合のことの、その負けた流れをずっと書いていってた、んですよ。でその人がその部長というかその幹事の人だったんですけどね、はい、なんでこんなの書いてるんだと、ね、こんな負けた試合のことなんか書かれても、ね、試合に向けての参考にならねえよというふうに私はその時に読んでたわけですよ。大学2年生になってもまだ気づかないんですね。はい、失敗談ね、失敗談ほど勉強になるものはありません。人が失敗してるのをですねよく見ておいた方がいいです。人の振り見て我が振り直せっていうようなことわざがあるように、人の失敗談ほどものすごく勉強になるものはないです。人の成功談とかね、人の成功体験とか見たって、その人はうまくいったかもしれないけど、それ私には当てはまらないよねっていうことですよ。
だから人の成功談なんか聞いてたってあんまり意味がないんですよ。でも人の失敗談っていうのは自分にも当てはまるっていうことがありえますから、人の失敗談っていうのはちゃんと聞いておいた方がいいと思います。これですね、私が大学2年生の頃でもまだ気づかなかったんですよ。だから私がその人の成功体験なんていうのはあんまり勉強にならないなと、人の失敗談こそがものすごく勉強になるなっていうのに気づいたのは、もうその大学3年生以降になって、かなり年齢が上に行ってしまってからの20歳の成人式を終わった後に気づいたからですね、そういう10代の時にこういうこと気づいていれば、もっとこういうふうな人の失敗談とかに耳を傾けてね、だこのタイトルを見た瞬間ですね、あの大学に行く才能のない人たちっていうか、あんまり私と一緒でね、私と一緒で頭の良くないタイプの学生っていうのは、なんだこんな浪人するためのね、浪人したその原因とかなんとか、そんな人の失敗談なんて聞いたって何の参考にもならないよとかいうような感じですね、最初から拒絶してしまうんですね。はい、鵜呑みと拒絶っていうのは一番あの人生を成功させない、成功を遠ざけてしまうことになりますよっていうことですね。はい、ということで今日は、今日のところ、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。